カンタベリー大学、カンタベリー大学、カンタベリー大学、略称、UC は、ニュージーランド南東クライストチャーチ市に所在する大学。1873年に、ニュージーランド大学カンタベリーカレッジとして創立。ニュージーランド大学のカレッジとしては1校目、高等教育機関としては、オタゴ大学に続き2校目の大学となる、詳細について、 ニュージーランド大学の項目を参照。オックスブリッジのカレッジ制をモデルに創立されたが、創立当初より女学生の入学を認めた点が、オックスブリッジとの大きな違いである。1961年の連邦大学制の廃止に伴い独立した大学機関として運営を行える自治権を取得。1961年から1990年まで。 厚生大学として、カンタベリー農業カレッジ、現在のリンカーン大学を併設した。創立から1974年まで、クライストチャーチ中心部の校舎で講義と演習を行ったが、旧校舎保全目的のため1974年にアイラム地区へ移転。1974年まで使われた旧校舎は、クライストチャーチアートセンターへ解消された。詳細については、 クライストチャーチアートセンターの項目を参照。ニュージーランドの高等教育機関で唯一森林学を専門に学べるニュージーランド森林学術院ニュージーランドスクール・オブ・フォレストリーが設置されニュージーランドの主力輸出品の一つである木の専門家を養成している。創立130年を超える法科学術院法学部は国内外より高い評価を得ている。 名門校である。国際南極大学 IAI 協力校として、大学院修士、博士課程に南極学プログラムを設置している。2007年1月に、クライストチャーチ教育大学、英称、クライストチャーチカレッジ・オブ・エデュケーション、シース、1877年開校を統合し、教育学術院、教育学部として再編した。 大学運営及び大学自治は学長、各学術院と法科学院、教職員、学生協会より選出される学生代表により構成される大学評議会が運営する。大学評議会は大学理念、予算執行、学術編成、環境配備など大学運営に必要な政策提言、立案、協議、決定事項に参加する。 大学運営の最高責任者は、学長、バイスチャンスラー。総長、チャンスラーは、就寝の名誉職であり大学運営に直接、関与することはない。教務と、技術担当の副学長、デピューティー、バイスチャンスラー、各学術院長、プロ、バイスチャンスラーが、理事職となる。各学術院と、法科学院の学部長、ディーンは教育上の責任者を務める。 2009年1月に大規模な学部再編成を行った。2009年2月、ビジネス界出身のロッドカー博士、ウォートンスクール PhD、元ニュージーランド準備銀行副総裁が第7大学長に就任。2012年1月に元外交官のジョンウッドが総長に就任した。第二次世界大戦終結後、学生数増加に伴い、 1949年6月18日に校舎移転を決定。新校舎をアイラム地区へ建設することが決定する。しかし、新校舎建設計画決定から用地買収、建設計画の概要設定までに時間を要し、1956年から1957年に美術学部と工学部の一部校舎が完成。大部分の校舎は、 未完成のため1974年まで旧校舎と新校舎に分かれ講義、練習を行う。1974年に新校舎への完全移転を完了したが、旧校舎であるクライストチャーチアートセンター内の一部設は、現在もカンタベリー大学附属施設となっている。アイラム校舎は、約76万平方メートルの敷地に5つの、学術院、人文科学、小学、 経済学、教育学、工学、理学、法科学術院、法学部、中央図書館のほか、3つの専門図書館、6つの学生寮が所在している。2007年1月1日付で、教員養成校であるクライストチャーチ教育大学を統合。地図上では、本部校舎を、アイラムキャンパス、旧クライストチャーチ教育大学校舎を、 WDL キャンパスと表記するが用頻度は低い。学生数は16,539人、大学院生は1,605人、留学生は1,644人、2008年が在籍している。学生会館内に劇作家で卒業生のナイオ・マーシュを記念し、ナイオ・マーシュ劇場、座席数433席設置されている。カンタベリー自身の影響で、 校舎全域に被害を受け小学部行動と大学事務等が修理対象となり、1957年に完成した工学部行動の取り壊しが決定した。地震の影響で新入生の入学率が25%減少、高額な学費を支払う外国人留学生が30%減少、既存学生が8%減少し、総学生数では、 前年比13%の減少。大学は財政的危機に直面し2011年10月、教職員を対象に3000名の希望退職者の募集を開始した。ジェームズ・ハイトムネ3階から12階を使用、出入り口は2階。全学術院関連学術書、論文、電子ジャーナル等の所蔵と管理を担当。練習室、コンピューター室、1階部分にカフェテリアと、 学生ロッカーが設置されている。工学、理学、森林学関連学術書を所蔵。工学胸内に設置されている。教育学、マオリ学関連学術書を所蔵。ラブデールキャンパス内ヘンリー・フィールド胸に設置されている。文学、美学、芸術学、太平洋諸島関連学術書の所蔵と、基調資料の管理を担当。正式名称は、 ジョン・マク・ミラン・ブラウン図書館。女性学の発展に貢献したブラウン教授の名を取り命名された。各学生寮はカンタベリー大学に所属しているが、寮運営は独立している一部の寮では外部委託。入寮基準や寮費は各寮、各闘ごとに異なる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。